正しいわがままは社会のためになるという動画です。今、堅揚げ食べてるんですよ。堅揚げポテト、梅味、もらったやつなんですけど、これ、基本的に自分で買うことないんですけど、いただいたときはね、食べたりもするんですよ。堅揚げ。お米のね、味がして、ちょっとスッパムーチョ的な感じで、スッパムーチョが堅揚げになってみたいな感じでうまいんですけど、ここに堅揚げポテトのルーツだって書いてあるんですよ、裏に。これ読みますよ。19世紀半ばのアメリカ・ニューヨーク州、サラトガのとあるホテルで一人のわがままな客がレストラン長に注文しました。じゃがいもを薄くスライスしてカリカリに揚げてくれ。世にポテトチップスが産声を上げた瞬間です。当時は大きな釜に薄く切ったジャガイモを一枚ずつ手で入れ、丁寧に揚げたと言われています。堅揚げポテトはこの伝統な釜揚げ製法を受け継いだこだわりのポテトチップス。何が言いたいかというと、一人のわがままな客が、これ、ポテトをスライスして油で揚げてくれと。この上注文しなかったら、ポテトチップス生まれてないんですよ。で、なんか、当時は多分、ね、普通になんかこう、ちょっとこう、なんか、ね、4等分からなんか切って入れたのかなんかよくわかんないですけど、当時どういう料理ね、マッシュポテトなのかよくわかんないですけど、薄くね、ポテトをスライスして油で揚げるってもう手間かかるわけですよ。そんなの作ってなかったですよ。で、わがままなね、人が、俺はこれが食べたいっつって、注文して、それがもうポテトチップ商品化したわけですよ。ということで、わがままっていうのは、本当ね、悪い面で取られたりもしますけど、正しくね、わがままというか、自分はこうしたいと、こういう世の中にしたい、こういう社会にしたいとかもそうです。僕が政治家ね、目指してるのもわがままですよ。自分はこういう世界にしたいんだ、こういう社会にしたいんだっていうわがままです。それで選挙に出てるわけですけど、正しく、自分はこうしたい、ああしたいっていうのを主張する、そういうわがままっていうのは、逆にね、社会に貢献するっていうか、社会を良くしていくと思うんですよ。ポテトチップスね、皆さん食べたことあると思うんですけど、ポテトチップス食べてね、嫌な気持ちになった人ってあんまりいないと思うんですよね。あ、美味しいなとか。嫌な気持ちになる人は食べなきゃいいんだから、ポテトチップス食べて美味しいなっていうね、みんな思ってね、そういう分ね、このわがままなね、お客さんのおかげで、みんなね、後世の歴史、ね、人たちがね、後世の人たちが幸せな気持ちになってるわけですよ。そのわがままな客のおかげで。この人が言わないで、ね、俺カリカリにして食べたいなとかね、思ってるけど、まあ言わないで、俺はカリカリしたいんだよとかね、言ってるだけでね、なんもね、それ、反映しなかったら、ポテトチップスできてないわけですよ。だから、正しく、自分はこうしたいって伝えて、それを、現実化する、実現するっていうことは、とてもいいことだと思うんです。世の中ね、不満なこととかね、なんでおかしいなとかね、いうこと、たくさんあると思うんですよ。で、自分だったらこうするっていうことをね、社会に訴えたりとか、実行したりとか、要求したりとか、まあ、政府とか行政にね、陳情書出すとか、上にこういう声があるんであげといてくださいとかね、言うことはね、悪いことじゃないんです。むしろいいことです。なので、それはまあ人間関係でもそうです。自分はこういう感じなんで、こういう性格なんで、こうしてほしいです。とか、このね、取っ手とか、ここね、こういうのを設置したらもっとね、良くなるんじゃない、使い勝手良くなるんじゃないかとかね、いろいろあると思うんですよね。そういったことをね、言っていくってことはね、悪いことじゃないと思うんですね。ただ単にね、我慢して、自分はこうしたいけど、まあ、いいや、とかね、そういうのでね、貯めていくよりは、正しくわがままを言って、それを実現していくってことは、むしろいいことだと思うので、皆さんもね、なんか機会がありましたら、こう思ったってことがありましたら、それを、ね、うまくね、言っていくことは悪いことじゃないと思うんですよ。この、ね、料理長にね、どういう言い方したのかわかんないですよ。すげえ金持っててね、これ払うから作ってくれって言ったのか、それとも、いや、ちょっとお願いします。本当にね、いや、カリカリのね、ポテト食べたいんです。お願いします。お願いします。
ああ、ちょっとね、俺、ああ、よくわかんないですけど、娘がね、ちょっと、よくわかんないですけど、そういうね、伝え方とかね、いろいろあると思いますけど、そういうのをね、うまくやるって、作ってもらえると、まあ、なんか、そうね、いい世の中、社会になっていくかなと思います。ということで、何かの参考になれば幸いです。